ルに、痛いけな新人のアヒルに、うっすご苦労さんってやろうとしたら怒られちゃったじゃないですか。やっぱよ、早く信号たるって、ああやっぱ父兄は強いな。確かに忖度しないですね。ああお前ちょっとお前の好きそうな裸女神ボディのモニュメントがあるぞ。でもスパッツ履いてますね。これは腰にあのベルトのラインがありますから。はい、これはラゾーに見せかけた、うん、兵器です。ラゾーじゃなくて履いてるって言いたいの。はい、履いてるダメなの。やっぱこの石像としての役割は、お石像としてとか人として学べじゃないかなって。こんな感じだぞ、こんな感じそうっすね、いいっすね。こんなんだろう、お似合いです。ああ殺してやろうかなあ、殺してやろうか。私は一言も外の顔してないのに。ところで、ウビタさん、ああここですか。ここここは丸 A だよ。え丸 A、 丸 A、 富士工場 A 先生みたいですね。まず、あ、あのご冥福を祈らせていただきます。はい、じゃあ丸 A だよ。丸へ次で渡るからよ。東京激戦区の中でも、はい、あの不良少年誌において一番名前を売ったな、下町に匹敵するな、はい、足立とか板橋とか、はい、な江戸川江東区とか北区に匹敵する土地杉並、はい、なその中でも分かるだろ、あ丸へっつったらトップクラスの。なるほど、見に行きました。そうな、朝ですね。そうそうそう、ちょっとお前にしたら時間かかったな。はい、分かりましたから、分かりましたから、何朝ってつけるまでのよ、はい、ちょっとこじゃれた名前考えてる間にお前もちょっと右脳が固まってきたんじゃないの。そうですね、というのは最近プロファイリング全然してなかったから。ああ鈍ったか、やっぱり感覚、プロファイリング、プロファイラーとしての必要とされる筋力であるとか、そうそう、視力であるとか、そうそういうこと、そういうのが低下してたら、だ今日はトレーニングデーなんだ。やばいですよ、もうリハビリしないと。織田さん、ああお前わけわかんねえ、お前よ、夢の中見てるつまんねえネタ、お前 3連続お前なあ3連続を引っ張って、そんでお前あれか、俺たちだけが喜んで、まあ、うひゃうひゃ笑いながら作ったお前よ、なあお前フランク先生とバンとかやつの夢のコラボなんて言ったけど、お前再生ガタ落ちじゃねえかよそのケツどうすんの。誰も夢見てなかったっていう。そうそうまあまあ自分たちが楽しければいいんだけどな、はい、このちょっと取れよ。あデニーズか、思い出の丸 A のデニーズ。デニーズはよく行くの。いやほとんど行かないです。ドン・オサム・デニーロじゃねえよ、デニーズ分かるだろう。ドン・オサム、ドン・オサム・デニーロさんじゃなくて、はい、デニーズの方だからな。やっぱ、ウルトさんすごいですよ。いろんなことに精通してらっしゃいますね。俺は精通してるよ。俺は好きなんだよ。あの、ドン・オサム・デニール。はい。あの、許せんと思った人をずっと叩き続けるあの姿勢が痺れるだろ。はい、リュウジさんと一緒で。ああいう方がやっぱ本当の筋金入りの男っていうんですよ。そうそう、筋っぽいじゃん。なんか、後半で。あれ、眉毛とか知ってる？はい。眉毛とか知ってる？あ、知ってます、知ってます。すごいだろ？すごいです。頑固な感じ。いやちょちょ、だから通り過ぎちゃダメなんだよ。あのデニーズが、はい、投稿してる某先輩とかが少年時代よく溜まってたんだよ。俺も子供の時よくよ、先輩とかに呼ばれて、はい、あのデニーズを使って。じゃあ歴史の高いデニーズですね。そうそうそう、なるほどなるほど。あとな、この阿佐ヶ谷のこの商店街、商店街が売りなんだよ。あ、じゃあだから我々みたいにこっち側歩いてても、はい、なんもないですね。そうそう、見落としちゃうんだよ。あ、もう鈍っちゃってますね、完全にプロファイラーとしての。はい、そのやっぱもう一回戻さなきゃダメだから。確かに。やっぱり星がどこにいるかだとか、はい、あと星が隠れそうなとかどこだとか、どこにカメラがついているとか、そういうのをもう全て通る車のナンバー含めて、もう一回こう俊敏な、はい、あのお前の記憶が鮮明にいろいろ広がりできるように。今までも俊敏だったのかっていうの疑問がありますけどね。 なぜ3年間で何一つ収穫上げてませんから。お前の中ではだろ、
お前の中では無駄な日で勝手に自分のメモリーをそうやって片付けてるのかもしれないけど、はい、俺は全て収穫あったと思ってる。人生としてのな。そうですか。おかげで、はい、今ちょっとやそっとの4人5人殺しましたとかちょっと強盗しましたぐらいのやついても俺はもうすぐに鍵開けるし、はい、今の俺ならどこに誰がいるっていうのももう大体わかるようになってきた。あ、そうですか。例えば世間騒がすガーシーいるだろ。はい。あの芸能人暴露で今有名な、あのガーシーが今どこにいるかとかもヤフーニュースになってたんだよ。あ、そうなんですか。カタールにいるんじゃないかとか、はい、YouTube ライブやってる最中に、まあその YouTube ライブじゃない TikTok ライブからやってる最中にランキング入りしちゃって世界の、はい、そのせいで居場所がバレちゃったとかっていうのがニュースになってたんだよ。でなんでカタールにいるのかとかそういうプロファイリングできるよ。あ、どうぞ、ありがとう、お聞かせください。お前も言えよ、ちゃんと。あ、単純にやっぱり、冒険ついた、うん、そのハワイとかガムっていうのが割と本命視されてたと思うんですけど、うん、本命視されてたと思うんですけど、やっぱそこは日本人が多いところですから、足がつきやすいじゃないですか。確かにな。その点中東、うん、しかもこのコロナ禍においての中東っていうのはかなりの盲点であり、うんうん、やっぱ財力さえあれば、暮らしてくる場所ですから。うんうん、隠れ場所としては、もう、レバノンに帰ってそのカルロス・ゴーンに会いにホリエモンとかも行ってるだろう、なんか動画撮りに、はい、そういうつてがあるんだよ。似てるつてが手伝いますよって言って、はあ、口聞いてくれて、俺はレバノンにいると思ってんだよ。カルロス・ゴーン、カルロス・ゴーンのお膝元で今やってんだと思うよ。確かに。でもなんか織田さんがでもこの言葉ですけど、うん、割とこうやって力強く断定したことって大体1週間後ぐらい全然違うニュースが出てくるってパターンが多いんですよ。織田さんとワンタールさんに関しては殺されてるの、米のタレ、お前殺されてるの。事実をお伝えしておきますけどね。そういうパターンが今度は当てるかもしれないですね。分かってるよ。俺がいつも外すときはもうニュースになるときには違うとこ行っちゃったとか。なるほど。最初は行ったぞ。お前好きそうなのあるじゃん。チャイニーズじゃないですか。あ、っていうかリラクゼーションってやつですね。でここは健全点ですよ、多分。健全点っていうのはただマッサージだけってことですか。まあ長さっていうこの土地柄も踏まえると丸 A だろ。あ、丸 A っていう土地柄踏まえるとそんなに やばいですよ、ないと思います。まあそりゃそうだよな。懐かしい。ちょっと待って、このどっちか忘れちゃったよ。 JR から、あ、こっちから来たんだよね、今。リアルがこっちだよな。南は世界から来るとこうだよな。そうです。ラーメン屋のせがれとかいたんだ。まだまだここから続きますよ、この商店街は。はい。俺がお前その先輩と初めて会ったのもここなんです。ああ。東田中ってのが悪かったんだよ。おお。前うちにも出てくれた谷山くんいるだろ。はい。谷山くんとかの中学校もこの辺だった、東田の。ああ、なるほど。ですね、そうそう、年に1回この七夕祭りっていうのがあって、まあどっからトレーニングするか。あ、トレーニング、ただお前町案内してもしょうがないんだから。そうそんなのお前高田純次とかやっときゃいいんだから。徳光とかそうだろ。徳光さんもやってましたけど。そんなのなんかやってんだろ、電車乗ってよ。田中律子かなんかと顎回してバスですね、バス。途中寝ちゃうやつ。辺に任せておいていいんだよ、さ。俺たちは、俺たちならではの、なるほどなるほど、プロファイリングをしなきゃいけないんだよ、やっぱり。じゃないと、ただの最近夢でうなされてる動画作ってる変なやつだってなっちゃってるからよ。あいつらの動画何なんだっつって、どんどん数字落ちてんじゃねえかよ。何がナイトメアだよっつってよ。全然面白くねえんだよっつって。俺たちだけが面白いなんてやってても、ダメなんだよ。そうだろ、本来。なんでパン源一が3連続も出てんのよ、バカみてえに。しかもよ、どっかわざわざ遠くまで行ったとかそういう努力もしないでよ、近場で済まして3連続。アホだろ。そうですね。
もう抹消、抹消した方がいいですよあのシリーズは抹消はしねえ。あ、抹消しないですか。抹消はせっかく出てきたキャラなんだからよ。 あそこは優しいですね、織田さん。そこは優しい、うん、やっぱそうだよ。追い詰められて、追い詰められて急にひねり出てきたあの逸材、あのキャラを簡単に俺は潰したくないよ。あ、そうです。並んでて、ああ今のとこ臭いですね。ああ、その前今誰一人いなかったです。え、誰一人いなかったですか。あ、今だからアイドルタイムじゃないですか。何ですか。あの、要はランチとあのディナーの狭間の休憩時間。あ、そういうのがあるの。はい、それアイドルタイムって、はい、何ですか。織田さんもアイドルですけど、また違う意味でのアイドルタイムってなんですよ。織田さんは20時間アイドルタイムですから。おう、さっきもね、中学生に声かけられて、可愛かったのかな、男の子。はい、あ、俺織田さんな、俺織田さんなって出ましたからね。あれ、お前に写真撮らせると最悪だな、本当にいやいやいや、またお前もぶっちょうずれで嫌そうにすんだよ、いつも。あれ、なんなんだよ。なんでその中学生の子供ぐらいに笑顔で僕が撮りますよとかやってあげないんだよ。ブスーっとしてよ。いや、もうできれば人のカメラ触りたくないと思ってるんですよ。あの手滑らして落としたりとか。始まったか、はい、始まったか。お前のできれば自分で自撮りしてっていつも思ってるんですよ。だからいつも他人のふりするんですよ、あの時は。下手に撮りますよなんつって、うん、落としちゃったことは前に言って許してくれたんですけど、その人は。まあまあ、はっきり言えよ、めんどくさいんだろ分かってんだよこのだから、どこに星がいそうなの。あの、当時な、はい、オウム真理教のあれも近くに店がいっぱいあったんだよ。オウム真理教のラーメン屋が阿佐ヶ谷にあって大変だったんだよ。ウリボーって名前だったんだよマジでウリなんとかとかよ、オウムあったんですよ。ウリ団地じゃねえかとか言われて。いやでも、買ってみる限りすごい平和ですね。でもね、なんとかな、うん、はい、はい。あ、ウリさん、再発見、新阿佐ヶ谷って書いてありますね。なるほど。全然長さじゃねえじゃないか、うんうんうん、お前、店ばっか探してないでちゃんとプロファイリングしてんの。ただなんかこの、いかがわしい人ってのはほとんどこの街はいないんですよ、うん、あるな。はい、だいたい当時からやってる刑事の話とか、はい、昔からやってるそういう探偵ものとか、そういうドラマとかな、映画に、はい、事件の舞台って絶対こういうのどかな商店街から始まるだろ、うん、あ、そうですか。こういうとこなんだやっぱり。ああ懐かしいよ。ここでも昔ぶっ飛ばすの中落合の年上の人に怒られていろいろあったんだ。何が原因で怒られてるんですか。いや、その俺らカラオケボックスで遊んでたんだよ、16ぐらいの。アストロって車に乗ってきたぶっ飛ばすの先輩みたいのが、お前ら生意気だみたいなこと言ってきて、うん、俺らもうるせえよみたいな態度取ってたら、はい、まあ年全然上だったんだけど、すげえ怒られて。みんなでやっちゃおうかって話になったんだけど、はい、子供の時ってやっぱその得体が知れない年上の人とかってなんかその繋がりが分かんねえから。うん、確かに怖いですね、背後関係がね。そう、背後関係、俺らが怖がってる先輩とかの友達先輩かもしれないし、はい。小池さん、はい、ここがね、私思い出の地って思い出の地なんですよ。3階にあるコンセプトオフィスラブってあるじゃないですか。夜の素人、夜の美人書室、阿佐ヶ谷バンク。ここはですね、そんなのばったプロファイリングしてんのかお前は。こんにちは、あの、ちょっと隠れた阿佐ヶ谷名所なんてお伝えしておきますけども、この建物ではないんですよ。何やで、一応あのコンセプトオフィスラブ、カウンターの中に女性が何人かいるんですけど、その女性たちがみんなちょっと高いところにいるんですよ。そう、なんていうんだ、人間、ああ、そういうことか。座ってる客の視線の高さに、ステージが高いというか足元が高いのか、足場が、はい、そこで椅子に座りながら接客してくれて、足組んだり組み替えたりするから、はい、そのたんびにこうゾーンが、そうなんです。これじゃあ、はい、ゾーンを楽しみながら酒を飲むようなところだ。あ、まさにそういうことですよ。あ、じゃあその美人秘書が何かしてくれるとかじゃなくて、はい、ゾーンディフェンス緩めでこうちょっといろいろお茶というかお酒を出してくれるんですよ。ああ、そういう感じな。ただね、僕が行った時何年か前なんですけど、すごい並んでました、お客さんが。あ、そう、人気店でこちらにご記名くださいって言われて、そんなことまでして入る店なんかと思って。まあそのだって
ゾーンはどの辺の距離で見るの？こうやって座りながらゾーン見るの？あ、そうです。で、まあ、もちろんあの しゃべりながらお酒飲みながら、うん、あのさりげなく見るっていう。あ、だから、まあ、酒飲んで普通に姉ちゃんとしゃべって楽しくやるんだけど、足を組み替えるたびにみんな視線はそこに、もしかしてっていう、そのもしかして見えるかもよって、うん、ただちょっと水を差すようでね、自分で言っていてなんですけども、うん、そういったものにはそれほどの価値はないかなとちょっと思っていて、それよりもその雰囲気であったり、やっぱりそういうのが偶発的に見てなんぼかなと思うんですよ。どうぞ見てください。似たような話で、はい、要するにこれ中学校の時の話だよ、はい、子供の時に変態な女がいたんだよ、地元の高円寺に、はい、変態な女に絡まれたことがあって友達といたら、はい、で救急車で、はい、20代後半ぐらいだったのかな、中学生の俺たちに、まあ、いきなりパンツ見せてあげるよって言うんだよ。へ、まあ、当然子供だから見たい、見せてよってやるんだけど、はい、で実際見せてもらったんだよ、はい、な、水色のなんかパンツだって水色のなんか味気ないやつ、全然なんかのセクシーでもなんでもない、はいはい、だからランジェリーっていうよりパンツだよ、パンティーっていうの、はいはい、でそこに何も興奮もなければ何もないんだよ。お前の言う通り、うん、はい、見せてあげるって言われて見せられても、ひらっと風ですかとか舞った時に見えたあの純白のとかじゃないんだよ。そうなんですよね。そういうので見せてあげるって見せられても、はっきり言って何も感じなかったんだよ。そうなんですよ。もっと言えば、はい、な、そのとてもじゃないけど、この子が今から自分とそういうことになったりだとか、とか、うん、いきなり脱いであのどっかに私を誘おうとしてるとかってことが起こるわけねえだろうと思ってる相手が得てしてそういう展開になったりすると、うん、はい、男は、はい、え、見ちゃっていいのみたいなとか、はい、え、マジでみたいな風になってくるじゃないですか。なってくるんですよ。でもそのシチュエーションを AV で見せられても、はい、プロじゃんってなっちゃうんだ。やっぱそうなんですよ。風俗店もそうなんだよ、結局プロじゃんっていう。違いますね、ウタさんだろ。やっぱその、はい、プロはプロでもその想定の世界を作り上げんならいいんだよ、はい、わかる、はい、想像の世界をお楽しみあれってことでやってんだろうけど、はい、でもやっぱそこは物本じゃないと思っちゃうんだよ。そうなんですよね。難しいわがままなんだけど、すんなりこうやっぱストーリーに入らせてほしいんですよ。そうそうそう。だからね、あのどっかのナイトメアシリーズみたいなわけわかんないストーリーやめてほしいんですよ。あれなお前は嫌かもしんないけどな、あれはやめられないんだよマジで。久々に俺の中でこれだっていうのが来ちゃったんだよ、バンギン1は。で、森田さん全然話が今、うん、すごいいいことをおっしゃいました、うん、だからあの僕あの最近思うんですけど、サムネイルで、うん、あのエレビデオのサムネイルで女優の名前が出てるやつがあるんですよ。もうダメダメダメ、あれやめてほしいですよね。その時点でプロじゃん、だって、はい、ただその女優のファンはいいよ、はい、その女優が好きなファンはいいけど、はい、やっぱまあ俺もそんなのずっとご無沙汰だけどな。何今ビビって本当ですか今。いやいや俺もそんなのご無沙汰だけど、はい、だけどもう若い時に見ていこうってなるのは、これどうなんだろうっていう、わかる、うん、分かる、分かる。もしかしてこれ AV だけど、はい、盗撮もんなんじゃないのって思うぐらいの、はい、本当に起きてんじゃないのっていうクエスチョンマークが出てくるようなリアリティなもの、そうドキュメンタリーに近いものが、そうそうそう、初めてその興奮のるつぼに達するというかよ、はい、気が合うね。はい、もうすっきりこれでもいつか声を出していたかったんです。お前、まあ、星なんか探してる場合じゃねえんじゃねえ確かに確かに、どうでもいいぞそんなもんマジでお前初めて気が合ったな3年目にしてな、確かに確かに3年目にして、ああ我が家を得たりって感じで、ちょっとスターロード取っとけよ。ああ我が家を得たりはい、はい、あスターロードねたまにごく稀に気が合うよね、お前そうですねこの辺でもなんか学生向けの、うん、お花屋が多くていいですね。うん、なんかいいよな、風情、はい、があって。確かここに大森の映画なんだね。これは壺、いわゆる東洋医学の壺マッサージじゃないですか、うん、気持ちいいと思いますよ。うわっ、うわっ、ボリュームたっぷりで。森田さんも好きです。うわ、これすごいな。はい。え、これすごいよ。
ビッグチキンカツカレーとか。これで930円か、安っ。これはすごいな。もう完全男向けですけど、美味しいでしょうね。美味しいし、腹いっぱいになっていいと思うんですよ。これお前行けるんだったらちょっと、食レポが。ただね、お店やってないみたいですね、今。あ、そうなのか。あれ、やってるか。やってるな。やってるか、じゃちょっとかますか、ここは。いいですよ。やってます？もうじゃあちょっとこれ食品買ってるよ。じゃあ私、どれにしようかしら。お前のどれにしようかしらってなるよね。殿様ランチにしちゃおうかしら、この生姜焼きの。殿様ぶってんの。ちょっと待ってくださいね。3番。あ、これか。殿様ぶってんじゃねえぞ。そう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 。食べきれんのにしろよ、ちゃんと。食べれんのマジで。あ、分かんないです。あと、映えるのにしろよ、ちゃんと。あ、はい。映えるのな。はい。難しいな、これ。ここでビビってちょっとなあ、普通のやつ言ってもね、普通のやつ言ってもちょっとダメだよな、やっぱ今日ちょっと胃腸が調子ない。あ、俺ちょっとスタミナ野郎カレーってどこにあるんだよ。スタミナ野郎カレーはこれですね、930円。違う、これレバーだろ。違う、これだよ。あ、野郎タルタル。違う、ちょっと待って、お前押すな、危ねえ。2番目に美味しいカレースタミナ野郎どうじゃない、カレーだよ。33番。え、これじゃないですか。いや、味噌焼きしかない。ちょっと待って。味噌焼き。あ、28番だ。28番。28じゃない。あ、違うの ?33、34、35。あ、33、34、35。ちょっとじゃ微妙に差なんですよ。うん。微妙な差があるんだな。これでも森田さん、ちょっとまだディナーにも、ランチにもちょっと中途半端な時間ですから、我々食べきれるかちょっと。うん、やべえ。すいません、じゃあお邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。ヤッキーを宣伝させていただきますので。いいね、ボードにはやるんですけど、あ、俺普通ボールで。あ、僕も普通で大丈夫ですよ。はい、こういうよ、マスターの趣味も取れやし。おお、かっこいい。ブリキのおもちゃ。それマスターが世界各国から集めてきたんですか。あ、そう、まあ、そうですね、趣味いいですね。ああ、素晴らしいですね。ほら、森田さん、ビートルズ の、 イエローサブマリンのポスターにしたらかっこいいじゃないですか。ね。まあ、まだ知ったかぶってんの。なあ、また知ったかぶってんの、ほんま。ちょっとよ、ロックの、その俺詳しいですみたいな。おしゃれぶるよな。はい。とりあえず。お前、すごいな。はい。お前のこれ何？トロサワランチでハンバーグ、ハンバーグと唐揚げと唐揚げ、生姜焼き、ミックフライとキャベツ。はい。これ味噌汁な。俺のはスタミナカレーはスタミナ生姜焼きとキャベツ、卵とアジフライです。これな、俺今から練習なのにこんな食ったら無理だな。いただきます。どうぞどうぞ。まあ、じゃあちょっと、まあ、お前から言った方が俺苦手なんだよ。ああ、まずじゃあバーグの方の弾力から確かめていきますわ。バーグからな。あ、これはね、ちょうどあれですね、低反発系ですね。お前本当は今日高円寺のニューバーグ行こうとしてたのに。そうなんですよ。裏切ったな、いきなり。さっきまであんな盛り上がってニューバーグ行ってこようとか言ってたのに、いきなり裏切ったな。これ低反発クッションで、学生が好きそうな、甘辛っていうか、味付けの比較的しっかりした、とても美味しいハンバーグで、この横にあるとんかつ、とんかつじゃねえや、生姜焼きじゃない、生姜焼き、懐かしいですね、あのね、神保町とかにありそうなこの洋食屋さんのような、うん、いい味付けの、やっぱりね、これ人運動した後に食べるもんで、ウルさんのように運動する
前に食べるものではないかもしれないです。うん、先に食べるものじゃない。ただでもちょっと、ね、もしかしたらカロリーつくかもしれない。ちょっと日本人の礼儀として味噌汁から。はい。やっぱちょっと今日暑かったから、暑い中こう朝日の商店街こうやって一周歩いて、はい、ちょっと汗かいたからこの味噌汁のこの塩加減がちょうどいい塩梅だな。うん、最高。で、これ箸で食うの？スプーンあんの？いただきます。俺は基本的にはルーは俺は少ない派なんだよ、はい、まあ、最近ルーが多いのも良くなってきた。うんうんうん、うんうんうん、昔懐かしの、うんうん、コクが、コクというかちょっとこう少しあっさりしてるな。あっさりしてる。そうですか。あの塩分はあるんだけど、はい、あ、じゃあね、この時期汗かきますから、うんうん、なんだろう、このソースと合う。試しにちょっとこのソースをかけてみた。ソース入れちゃったんだ、ウルタさん。ミックスしてたんだ、さすが。なるほど。はい、やっぱこの福神漬けと合わせた感じも、うん、うんうん、だからやっぱお前の言うあれじゃないけど学生が喜びそうな、はい、うん、なんかその思春期のこの淡い思い出をふっと蘇ってきました、私。うんうん、そうだな、元気してんのかなって。うんうん、学生服のズボンに前残尿つけちゃったよなあ、まあ、何でもどこで立ち寄ってきたんですから残尿じゃなかったなんつってよ。なるほど。ちょっとまあ一人でこすってきちゃいましたね。あ、そばに声呼ばれながらこすこすして。お前何やってんだ、学生服で。なんてそういう味だよ。運動した後だな。はい、運動した後の味だな。運動前はちょっとあれかもしれない。今日はもう運動休んでいいじゃないですか、今日ぐらいは。それは無理だな。あの、できない相談ですか、それは。いつまたブレイキングダウンのオファーが来るかわからないから。はい、でもね、よりださん、もう一つトータルコーディネーター的な指摘させていただいてよろしいでしょうか。ああ、このテーブルクロスと古田さんのこの黒いジャケットと、ああ、そのDC オファーと最後のオブジェたち、ああ、本当にね、ハリウッドで新進気鋭の映画監督がなんかこうちょっと休めてる感じだろ。なんかインタビュー受けてる、こう自分の行きつけのカフェでコッポラと対談してる感じだろ。あ、そう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 、コッポラの家族と、はい、これも撮っとけよなあ、ちゃんと麗子に来てこいって言われてるあ、こんな服できたんですか。ああ、今電車の中でもさりげにこうやって隠しといたから。なんだろうな、リッツインパーティーかなと思ったら、ウリカだったんだやばいだろ。かっこいいですね。ああ、おー、すごい。でもね、絵になりますよ。そうだろ、ウリカさんね、これ、お、ああ、FM の DJ っぽさもありますし、いいだろ、俺最近ちょっとハマってる、ラジオついてますから。あー、いい、これ絵になる。ああ、なるほど、うん、あの、手羽先山ちゃんって知ってます？わかるよ。手羽先山ちゃんとケンタッキーフライドチキンとファミチキを全部足してその一番いいところを凝縮したいな味です、これ。完璧な言い方じゃないかな。はい、100メートル走で言ったら昔のカーブイスみたいに一人独走状態だったんですよ。はい、明日お部屋もらってもいいですか。あ、あれか、自分で一人で食レポしとる。これはでも何カロリーぐらいあるんだろうな。主食で3000カロリーぐらいあるか。でもここで1回食べれば3日ぐらい何も食わなくても生きていけそうですね。はい、そうですね。じゃあこれ全部食べてちょっと3日間何もしない。あ、ちょっと喋ってると食べれないから1回食べるから。オッケーです。お疲れ様でした。美味しかったね。はい、まあ、量がよ、怪物的な量だったな。もう私もうすっかり仕上がっちゃいました、これで。なんでお前残してたじゃないかよ。あ、でも仕上がっちゃいました、体が。仕上がんなくていい。あ、もう料理すっかり食べ終わって、 あとは寝るだけ。まあ、寝る前に最後にちょっとお楽しみして寝るかっていう感じで。いや、お楽しみになったってプロファイリングだろ。はい、実はその失った感覚を取り戻すためにこの地を選んだ。はい、うん、もうあのプロファイリングするぞ。あ、というかもうあの冴えてきちゃって、もう目がさっきあのちょっと腹減って食べさせる、食べたら食べてる疲れて
何考えてるの食べたら疲れた。なんかちょっとなんか子供みたいなこと言ってんじゃない。ああ、いやいや、なんかウルトさんがさっきおっしゃってたその、なんていうんですか、ドキュメント系のものっていうか、そのパチモンのそういうエロとかっていうのは全く意味がなくて、やっぱリアルで、リアルで行きたいっていうふうに思ってまして、OL がその足を閉じて、ちらっと見せてカウンターでいくらとかじゃなくてな、はい、で今ちょうど9時、5時の OL がですね、帰ってくる時間帯なんですよ。なるほど。なので私ちょっとここでしばらく待機して、ちょっと腰かがめて、あの行き交う女性の、まあなんつったらいいですかね、あの三角地帯ちょっとまあ拝んで帰ろうかなって。リアルな方、今日も安全ですし治安いいですよ。お前先日捕まった前 YouTuber って名乗るやつ知ってる？なんすかそれ。カバンの中を見てごらんって言って触らすんだよ。カバンの中ほらって女子高生捕まえてな、私は YouTuber なんだよ。カバンの中を当てるクイズを始めるよって言って、自分の物件をここからお前こうやって自分の物件を触らせてたっていう。はい、ありましたね。なあ、お前あれになりたいんだよ。なりたくないですけど。お前何今度は幼女の目で追っかけてるの？あ、いや違いますよ。ちょっと面白い店名の店見つけちゃって、朝貝に引っ掛けて朝出しなんて言ってもいいですね。ああ、朝貝に引っ掛けて朝出しな。はい。バカにしてんのかお前、ちょっと怖い。もう俺が育ったお前、なんかガキの時たくさんお世話になって思い出の地なんだよ。あ、すいません。はい。ありがとうございます。はい。石谷くんの、めちゃくちゃ。あ、ありがとうございます。はい。あ、土地会とか来てるんですか？ここにもですけど、石谷くんの奥さんの。あ、そうなんですね。はい。あ、なんかこれがまた生まれたとかなんですか？そうですね、双子です。よろしくお伝えください。はい。YouTube 登録してます。あ、ありがとうございます。待ってください。はい。聞いたか、お前。俺が地元っていうのがちょっと分かったな。はい。今のはどう見てもあの仕込みではなく本物の地元の方でしたね。いやー、ウリタさん、今日は良き町にて、良き食事に出会い、そして良きプロファイリングを行い、そして古き良き友人と出会い、そうだな、すごく有意義な一日でした。有意義だよな。俺もこの町大好きだよ。はい。まあ特別何があったわけじゃねえけど、はい、星を見つけたとかそんな手軽は何もなかったけども、はい、今後もやっぱりその悪い意味にうなされたとかあんなもんばっかやってねえで、あんなもんばっかありしめて何回も動画をこっちに上げねえで、はい、ちゃんとその原点回帰、このプロファイリングであったり、時のボットカウンセラー、何笑ってるんだよ。そうですか。ウリタさんどちらへ。いや俺らもまっすぐ帰るわ。あ、そうですか。こういう時はぐっと前腰据えてよ、ちゃんと物事の判断が狂わないように、はい、冷静でいなきゃいけないから。あ、わかりました。あ、そんな感じでお前、はい、あんま変な痴漢とかすんなよ。ああ、承知しました。まっすぐ帰る、まっすぐ。おとなしく。あ、じゃあ失礼します。あ、どうもありがとうございます。いつもどうもすみません、失礼します。そういうことか。座ってる客の視線の高さに、ステージが高いというか足元が高いのか、足場が、はい、そこで椅子に座りながら接客してくれて、 足組んだり組み替えたりするから、そのたんびにこうゾーンが、そうなんです。これじゃあゾーンを楽しみながら酒を飲むようなところだ。あ、まさにそういうことです。やっぱこっちに腰据えやがったか、あいつは。やっぱこっちか。参ります、父母上。強く咲いた桜のようにあなたの